改めまして新年おめでとうございます。おめでとうございます。2023年スタートいたしました。はい、新年になってすることの一つに目標を掲げるということをしています。そうです ね、はい、今年も目標を掲げて1年を過ごしていきたいと思っています。はい、皆さんはどのような目標をお持ちでしょうか。うん、私の中でね、長年の目標だったダイエットは目標ではなくなりました。すごいですね。はい、やめたんですか。はい、もう数年前まではね毎年のように今年は痩せるよ今年は痩せるよって、はい、まあ、ダイエットを目標にしてきたこともありました、はい、が、はい、しかし、はい、今年は違います。もうね、あのベスト体重に落ち着いたのでもうやっと卒業します。あ、そうですか。はい、ありがとうございました。よかったですね、達成ですね。はい、おくどばせながらダイエットの目標卒業します。おめでとうございます。結局ね、体重が落ちると脂肪が落ちるんですけども、はい、筋肉も落ちてきたのでこれからはちょっと維持するということで健康を保っていきたいと思うんです。はい、というわけで今年の目標は、はい、現状維持です。現状維持ですか。現状維持って今まで通りだって思われると思うんですけども、はい、これ意外にね簡単そうに見えて難しいんじゃないかなと思うんです。そうですね、はい、実はあの最近今までできていたことができなくなったなと感じることがあるんですよ。そうですね、あの何時間でも歌って踊れていたのに。そうですか。はい、息が上がったりですね歌詞を覚えるのもちょっと時間がかかったりするからなんですよ。はい、私あの学生の時に陸上部だったんですけども、はい、常にタイムを落とさないようにするにはそれなりのトレーニングや練習が大切でした。そうですよ ね、うん、あのゴスペルを歌っている時にも感じたんですけども、以前は結構歌えていた肺活量もほらコロナが流行してきたじゃないですか。でなかなか歌う機会も減ってきましたよね。はい、そうするとこの喉の筋肉が落ちて伸びのある声を出せなくなってきたんですよ。そうですよね、なんか咳込んじゃいますよ ね、無理に声出すとね。だから今まで2時間ぐらいのねゴスペル練習も、まあ、楽にこなせていたのにちょっと30分も声を出していると疲れてしまうというようなまあことを経験したので、はい、それで現状維持を目標に、はい、今までのことが当たり前にできるように努力したいなとこの目標にしました。はい、若いって素晴らしいですよね。やっぱりね、あの年重ねていくと肉体的にはこう衰えていきます。そうですよね、まあ、そういう意味では若い時にできるだけたくさんの経験を重ねて将来にそれをつなげていける活かせるようになると素晴らしいなと思います。はい、1月の9日は成人の日です。はい、若さの頂点と言えるかもしれませんよね。いいですね。はい、うん、若い人はいろんなことに挑戦してほしいと思います。私は若さではかなわないんですけども、それでも諦めずこのゴスペルの歌詞を覚え練習をし、今年は6月に開催されるいわきゴスペルフェスティバルに出演したいなと思っております。はい、まあ、そういう意味ではね、私にとって現状維持こそ挑戦だなと思わされます。はい、今年もゴスペルレディオステーション皆様のもとにゴスペルの持つ愛希望力をお届けしていきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。